パオリの戦いは、アメリカ独立戦争中の1777年9月20日に、フィラデルフィア方面作戦の間に、現在のペンシルベニア州、マルバーン周辺で起きた戦闘である。ブランディワインの戦いとクラウズの戦いで、大陸軍が撤退した後、ジョージ・ワシントンは、アンソニー・ウェイン巡将の指揮で部隊を後に残し、アメリカ側の首都であるフィラデルフィアに迫ろうという、 イギリス軍の動きを探り、場合によっては攻撃させようとしていた。9月20日の夜、チャールズ・グレー少将の指揮するイギリス軍部隊が、パオリ酒場近くに宿営していた、ウェインの部隊を吸収した。アメリカ側の被害は、比較的少なくはあったが、イギリス軍が捕虜を取ろうとせず、慈悲も示さなかったとされており、アメリカ側からは、パオリ虐殺と呼ばれるようになった。 1777年9月11日のブランディワインの戦いで大陸軍が敗北した後、ジョージ・ワシントン将軍は2つの行動を取ろうとした。ウィリアム・ハウ中将が指揮するイギリス軍からフィラデルフィアを守ろうと考え、またレディングに保管されていた物資と弾薬で急速に乏しくなった装備を補う必要性があった。ワシントンはスクーカル川を渡って交代し、 フィラデルフィアを抜けて北西部に向かった。スクーカル川はマットソン・アサセを水源とするかなり上流でのみ渡ることができたので、首都のフィラデルフィアと川を障壁にした西部の重要補給地域の双方を守ることができるはずだった。しかし、負傷兵やその荷物を運ぶための荷車が不足していたためにワシントンは再興し、サイド川を渡って、 ブランディワインを動きの少なかったイギリス軍と対峙した。その結果9月16日に起きたクラウズの戦いは悪天候のために中断され、ワシントン軍は再びスクーカル川を渡って後退し、後方にはチスターにマット・アンソニー・ウェイン巡将の指揮するペンシルベニア師団を残した。イギリス軍部隊が通り過ぎようとすれば、ウェインはワシントンの命令に従ってその後を追い、 その視長隊の全部あるいは一部を捕まえようとした。ウェインはその部隊の存在が敵に知られていないとみなし、パオリのイギリス軍前線近くで宿営した。その師団は、第1、第2、第4、第5、第7、第8、第10及び、第11ペンシルベニア連隊とハートリーの連隊で構成され、さらに砲兵一歩中隊と、竜気兵の小部隊が付けられていた。 総勢は約1500名だった。約1マイル離れたところには、ウィリアム・スモールウッドのメリーランド民兵隊約2100名が宿営していたが、比較的経験の足りない部隊だった。イギリス軍はウェインの部隊が地域にいるという噂を耳にし、ハウ将軍が放ったスパイから9月19日には、パオリ酒場近くにいるという報告を受けていた。 トレディフリンに宿営していたイギリス軍からは4マイルだったので、ハイは即座に比較的防備の薄いウェインの宿営地を攻撃する作戦を立てた。9月20日午後10時、イギリス軍宿営地を出発したイギリス軍指揮官、チャールズ・グレー少将はパオリ酒場近くでウェインの宿営地を吸収した。そこは現在のマルバーンがあるところに近かった。グレーの部隊は 第2軽装不評連隊、13の連隊からの中隊で構成された1個大隊、さらに第42と第44不評連隊で構成されていた。その旅団は総勢約1200名だった。アメリカ軍に気づかれないよう、グレーは兵士のマスケット銃から火打ち石を外させていた。このことから火打ち石なしグレーというあだ名がついた。 イギリス軍は道案内をさせた地元の鍛冶屋に先導され、森の中から宿営地に近づいたので、九州は完全な成功だった。第2軽装不評連隊を先頭に、その後に第44不評連隊と第42不評連隊が続くという散波で宿営地を襲った。ウェインの部隊は全く備えがなく、闘争に移り、追跡された。 ホワイトホース酒場の近くでは、イギリス軍がスモールウッドの部隊に遭遇したが、これも蹴散らした。イギリス軍はその被害が戦死4名、負傷7名に過ぎず、それでアメリカ軍1個師団全軍を改装させた。歴史家のトマス・ジェイ・マクガヤは、戦場で53名のアメリカ兵が埋葬されたが、これはアメリカ軍戦死者のすべてであるのか、あるいは、 宿営地の戦場で見つかったもののみであるのか、不明であると語っている。地元の伝承では、さらに、アメリカ兵8名が殺され、近くのセントピーター・インザ、グレートバレーのイギリス国教会に埋葬されたとしている。71名が、イギリス軍の捕虜となり、そのうち40名は重傷だったので、近くの家屋に放置された。戦闘後、ウェイン師団の損失は、戦死、負傷。 これを合わせて272名とされた。公式サモンによってウェインは、この失敗について無罪とされたが、戦術的な誤りを犯していたとも指摘された。ウェインは起こり、正式な軍法会議を要求した。11月1日、13人の士官で構成された委員会が、ウェインは名誉を持って行動したと宣言した。この戦闘後、イギリス軍は降伏しようとしたアメリカ兵を差し殺した。 あるいは燃やしたという噂で悪評が立ち、犠牲者は殉教者とされ、戦闘そのものは、パオリ虐殺と呼ばれるようになった。軍事歴史家のマーク・エム・ボートナー三世はこれについて、アメリカの情報宣伝家が事実とは異なる告発で、反イギリス感情を煽り立てることに成功した。すなわち、グレーの兵士は慈悲を拒み、降伏しようとした、防備のない愛国者を虐殺したというものである。 慈悲なしという主張は、イギリス軍が71名を捕虜にしたという事実で、否定される。死体損壊という主張は、銃剣が厄介な武器であるという事実で説明されると、語っている。それでも、ウェインの部隊兵には、復讐を誓う者がいた。それに対する、反抗心を示すために、イギリス軍、第二軽装不評の兵士はその帽子の羽を赤く、染めたので、 アメリカ兵は彼らを識別できるようになったという地元の伝承がある。1833年、第46連隊の軽装不評中隊が正規の緑色の代わりに赤い帽子を被ることを認められた。これは明らかにこの時の記念である。さらに1934年、第49不評連隊の伝統を引き継いだロイヤル・ワークシャー連隊がその頭に赤い印をつける。 ことを認められたが、これは、ブランディワイン、クリークの戦闘で、係争不評中隊の果たした役割を記念するもの、として認められていた。20世紀後半、両連隊の後継部隊が、帽子のバッジに赤い裏当てをつけており、それが2006年まで続いたが、この係争不評中隊とロイヤルグロースター、バークシャー、およびミルトシャー軽装不評連隊は、ライフルズ連隊に吸収された。 1877年、戦場跡に、花崗岩の記念碑が建立された。高さは22.5ィート、4面すべてに刻印がある。マルバーンの公園にあり、1997年には、パオリ戦場跡及びパレード場として、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。その範囲は2つの建物、2つの場所、及び5つの対象物が含まれている。 すなわち、パオリ戦場後、パオリパレード場、パオリ虐殺記念碑、パオリ虐殺オベリスク、第一次世界大戦記念碑、第二次世界大戦記念碑、および解放者の家とガレージである。ありがとうございます。